船が出てないんですって。風呂入りたいだな。ここ車用品が多くて好きなんだ。ああ、お前機械に強いもんな。あ、よし。ジャケット脱いだらどうだ。そうか。どうした、イグニス。新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。ここは気持ちいいな。そうだな。風が気持ちいいね。そうだな。
あちいな。原石があるってのはこの辺りか。多分な。探してみるか。起こすんじゃねえぞ。ここまでかって思ったよ。さすがにあれと戦うのはやべえか。無理だと思った方がいい。無事に着いたな。ああ。あちいな。だな。ガーディナにようこそ。船、明日にはちゃんと出るのかしら。今日は船が出てないんですって。向こうの港で止められてるんだと。一泊するしかないな。
調べたわ。おお、俺新聞記者兼アクセサリー屋で、これでまたいいの作れちゃうじゃん。感じ悪かったでしょ。これ結構希少品でごめん。王子を脅してでも俺は欲しかった。何癖つけたお詫びに情報、君らがもらった金貨、あれカンナギ就任記念硬貨、あの男他にもばらまいててさ、帝国関係者かもね。でこれ宣伝、はい俺の作品ごひいきにどうぞ。本当に就任記念硬貨なら一般には配られていないはずだ。お小遣いって言ってたけど、宿代にでも使っちまえってな雰囲気だったけどな。ああ、さあさあ乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもうほんと嬉しかったからさ。で問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。まさか本気で手続きしているとは思わなかった。どう言って船を動かしてんだが、職業柄ってことなんだろうが。でもアクセサリー屋でもあるんだよね。出発準備できたって？マジ早いな。船が来るの明日だよ。ちょっとホテルに泊まってて。ベタベタで気持ち悪い。ほんと疲れた。お、いい感じに取れたな。レガリアもちゃんと入れたよ。おはよう。イグニスは？すぐ戻ってくるだろう。なんだよ。どの新聞も同じだ。何が？王都が陥落した。はあ？何言ってんだよ。落ち着いて聞いてくれ。
ノクト。落ち着いてんだろ俺は。インソムニアがニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあった。帝国軍はオート城周辺を爆撃、国王陛下が死亡。おい待てよ。知らされていなかった。何がだよ一体。調印式は昨日だった。そしてオートは…バカ言うな。俺たちはオルツシエに向かってたさ。だが襲撃されたと報じられている。今朝の国内全ての新聞にだ。冗談だといいのに。他に情報は自分たちで見てくるしかねってことか。ならインソムニアに戻ろう。危険がないとは限らない。ここにいたって同じだろ。どうだ。ああ。みんな無事かな。無事なわけねえし。まだわからない。はあ？町も城も襲撃されてんだぞ。落ち着け。親父も騙されやがって。おい、帝国に裏切られたんだね。真実はまだわからない。だから戻るんだ。ふざけやがって。何が停戦だ。兵士たち、魔導兵を運ぶ船だ。人造兵か。ああ、大量生産されている人型の兵器だ。本当に停戦協定はなくなっちゃったんだ。あれ見て。オート周辺は封鎖されているのか。先には進めねえな。迂回しようぜ。少し行けばオートが見える場所に出るだろう。帝国軍だ。このくらいなら片付けちまうか。ああ、蹴散らしてやる。もう停戦もなんもねえからな。
どうなってんの？丘へ上がろう。オートが見えるはずだ。オラ！あれ？オラ！容赦なく攻撃してくるぞ。また崩御されたレギス国王陛下に続きノクティス王子、そしてテネブラへのフルーレ家カンナギ、ルナ・フレーナ様のご逝去が新たに確認され、消すな。ごめんいらねえよ。そっちに戻れない。ああってなんだよ。何なんだよこれ。俺たちはどうしたらいいんだよ。親父は、ルーナは、王子が死んだってどういうことだ。説明しろ。俺はここを出てハンマーヘッドへ向かう。はあ、陛下は亡くなられた。何が起きたかは必ず教える。まずそこを動け。また会おう。将軍か。なんとハンマーヘッドに行くって。陛下は、警護隊はもう機能してねえんだろうな。ああ、
将軍が外に出るというくらいだ。中はどうなってんだろう。そのうち報道されるだろう。これだけでかい騒動だからな。これから俺たちどうするの。まずはハンマーヘッドだ。他は後で考えようぜ。イリスからも伝言があった。何人かとレスタルムに向かってる。無事なんだ妹さん。ああ、あっちはどうなってるか分かんねえが。死亡説はありがたい。追っても派手には動けないだろう。帰れないけど旅はできる。そうだな、行こう。よ、いらっしゃい。ああ天気も悪くて大変だったね。すまない。将軍は用事があるからってもう出てったよ。じいじにいろいろ伝えてあるみたい。うん、来るって聞いてからずっと心配して待ってたんだ。